蒸気機関車に用いられているワルシャート式弁装置。弁装置、またはバルブギアは蒸気機関において吸気バルブと排気バルブを動かしてサイクル中の正しい位置で蒸気をシリンダーに吸排気するための装置である。内燃機関のようにバルブが常にサイクル中の一定の位置で開閉する場合には吸排気の制御は単純である。しかしながら 蒸気機関のように急配囲のタイミングを変えることで最大出力と最大効率を選択するようにしている場合には単純ではない。蒸気機関は吸気バルブを膨張工程の間中開けたままにしておくことにより最大出力が得られる一方で吸気バルブを短時間だけ開けて、あとはシリンダー内で蒸気を膨張させることで最大効率が得られる仕組みになっているためである。 蒸気の供給を止める点のことをカットオフと呼び、理想的なカットオフは対象とする作業と出力と効率のトレードオフに依存する。蒸気機関には蒸気流量を調節する加減弁が備えられているが、出力の制御は蒸気の効率的な利用のためにカットオフの調整によって行うことが望ましい。上視点または下視点の少し手前でシリンダーに吸気を始めることを プレアドミッション、またはリードという。プレアドミッションを行うことで、高速動作時のピストンの完成に対して、クッションの役割を果たすことができるという利点がある。内燃機関では、吸排気タイミングの制御は、カムシャフトに備えられたカムによって駆動される、ポペットバルブによって行われるが、吸排気タイミングをカムを使って可変させることが、複雑となるためこの仕組みは、 蒸気機関では一般には用いられない。その代わりにエキセントリックとクランクを組み合わせた仕組みで、メインクランクの動きからスライドバルブ、またはピストンバルブの動きを取り出すのが普通である。一般的には、二つの異なる位相を持った単振動を様々な比率で足し合わせて、様々な位相と振幅を持った出力を取り出す。これを実現する様々な機構が考案されている。 スライドバルブでもピストンバルブでも吸気と排気の関係はお互いに固定されていて独立して最適化することはできないという制約を持っている。ラップと呼ばれる部品がバルブに取り付けられてカットオフが早くなるにつれて吸気工程が短くなっても排気に対してはバルブが常に開いているようにされている。しかしながらカットオフが早くなるにつれて排気工程のタイミングも早くなる。 排気の開始タイミングが膨張工程中になり圧縮工程の開始タイミングが排気終了前になる。排気の開始タイミングが早くなることはエネルギーを排気中に無駄に捨ててしまうことになり排気の終了タイミングが早くなることは圧縮により多くの蒸気を使うことになってやはりエネルギーの無駄となる。カットオフが早くなることのさらなる効果としてバルブがカットオフ点で かなりゆっくり動くようになって蒸気の絞り作用を起こしエネルギーの無駄につながる熱力学的な効果をもたらす。このことはインディケーターダイアグラムで確認できる。この非効率性のためにポペットバルブを機関車に適用する実験が行われた。吸気バルブと排気バルブを独立して動かして制御することができるようになり、工程をよりうまく制御することができるようになったが、 構造が複雑化してメンテナンスに手がかかることや何よりも蒸気機関車の時代が終わったことがあり最終的にはわずかな機関車のみがポッペットバルブを使用したイギリスの最終機の蒸気機関車サザン鉄道リーダークラス蒸気機関車で来年期間から持ち込まれたスリーブバルブの技術が用いられたがこの機関車は成功策とは言えないとされる低知式蒸気機関 トラクションエンジン、白用蒸気機関では、バルブと弁装置の欠点が、複式機関を採用する要素の一つであった。定置式蒸気機関では、トリップバルブも広範囲に用いられた。弁装置は、過去数百ものバリエーションが生み出されてきた、発明の宝庫である。しかしながらそのうちわずかなものだけが実際に広範囲に、使用された。弁装置は、 標準的な往復動作するバルブを駆動するもの、ポペットバルブを使うもの、低知識蒸気機関のトリップギアで巡回転式のコーリスバルブかドロップバルブを用いるものに分類される。初期の形式リンクギアリンクモーションバルブギアとも言う。2つのエキセントリックが曲線、または直線のリンクで接続されているもの、低速では確実に動作する単純な機構である。 高速では、ワルシャート式弁装置が高い効率を持つとされる。ラジアルギア動作が単一のクランク、またはエキセントリックから来るもの。機関車に適用された場合の、この方式の問題点は、動作が機関車に備えられているスプリングの伸び縮みの影響を受けることである。このことが、ラジアルギアが、鉄道では、ワルシャート式弁装置にとって変わられたが、 トラクションエンジンや白用蒸気機関では用いられ、続けたことの理由である。ワルシャート方式のギア動作の一つはクランク、またはエキセントリックから取られ、もう一つは異なるもの、通常はクロスヘッドから取られるもの。JT マーシャルは少なくとも、さらに二つの異なる、ワルシャート式の改良方式を開発していたと思われる。一つは、従来からあるものと大差ないが、 もう一つはとても複雑で、シリンダーの上にある吸気バルブと下にある排気バルブを駆動するものであった。後者はサザン鉄道のクラス N の1855機に1933年に実験的に用いられたが、1934年に標準的なワルシャート式に置き換えられた。二つの弁装置で3シリンダーや4シリンダーの機関車を可能にするものである。 最も有名なものは、クレズリー式連動弁装置で、3シリンダー機に用いられた。ワルシャート式弁装置が、外側のシリンダーに対して用いられ、外側の2つのシリンダーに連結されたロッドが、内側のシリンダーを駆動する。4シリンダー機に対しては構成は、より単純で、弁装置は、内側でも外側でもよく、短いロッキングシャフトで内側と外側のシリンダーの、 バルブを連結すればよい。ブレード式チェーン駆動弁装置を参照。ありがとうございます。